ゲスト時さん盛りだくさん。トラッドのドープラッドトーキング、呆れるくらい澄んだ空見上げ進んでく、誰が止めても無駄なんて明白。皆さんこんばんは、トラッドの近藤孝之です。こんばんは、トラッドの小野大輔です。今週もノープラットトーキングスタートしました。はい、そしてライブが終わりました。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、楽しかったね。いやもうね、乾杯です、うん、もう、そうですね、みんなと一緒にね、酒をね、組み交わしたいところなんですけど、ね、そうですね、はい、うん、まあ今日打ち上げラジオですよ。あ、そうなんですか。打ち上げラジオじゃん。今日はそういう豪気ですね。今日は豪気な放送になりそうですね。皆さんのおかげで ねいいライブできたんで、はいはいはい、そうで乾杯の、ご唱和お願いします。せーの、乾杯って言いたいところなんですけど、みんなもねラジオの前でプシュってやってほしいのよ。そうですね、正直、うん、そうね、確かね、うん、なんとなく予想ついてると思うんですけどね。我々はライブ直前のタイミングにいます。うちらのラジオっぽいですね。今その時空にいますね。今その時空で時計台の上で毒が構えています。おマジか、バックトゥザフューチャーだ。まだ俺たちは過去にいます。過去に、そういう意味ではなのでですね、はい、感想などは、はい、再来週です。そうですね、はいはい、メールは早めに送っていただけると嬉しいですね。そうですね、うん、どしどし送ってください。そうですね、はい、再来週読みますんで、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは始めてまいりましょう。トラッドのドープラッドトーキング、今日も最後までよろしくお願いします。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りします。トラッドのドープラッドトーキング、改めまして近藤孝之です。小野大輔です。はい、というわけでね、うん、まあライブ、うん、終わりました。終わりました。無事に終わっていることでしょう、日付的にはね。はい、うん、いやーなんかでもね、うん、ライブやった感想っていうのはね、はい、また今後皆さんにお話ししていくとしてですよ、はい、これねやっぱりまた新しくね、うん、未来へ進んでいかなきゃいけないわけですよ僕らは。うんうんうん、うんうん、その通りその通り、うんうんうん、一つのね、うん、大きな区切りがつきましたから。はい、はい、後戻りなんてナンセンス。もちろんですよ、うん、毒がいないとほらやっぱりバリ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 ってやらないと、ね、あれがあれば戻れるかもしれないんだけど、三谷裕二さんのね声が印象的な、うん、そうなんですよ、はい、他の人のバージョンもあるよね。でもねそうなんだよ、そうでもなんかあんまりね、そう三谷さんのが一番しっくりくるかなっていうのが個人的にですよ、あくまで弟子としてね、ね、うん、もうなかなかしない吹き替えトークしてますけどもね、はい、まだね、うん、まあ、ライブのだからゲネをやったところなのかな。そうですね、うん、ゲネ投資稽古みたいなね、投資稽古やりまして ね、でも手応えめちゃくちゃあったよね、うん、そういう意味ではね、へー、うん、どうしたそこは意見が分かれるのかそうですね、まあでも本番になったらやっぱりねこうエネルギッシュにというか、うん、テンション上がるでしょうしね、もっとガーンとね、うん、そうだね、できると思いました、あのゲームやってみて、うんうんうん、まあだから今本当に皆さんの感想が楽しみで楽しみでしょう。本当ですね、いうところ、いろいろ仕掛けありますもんね、うん、ね、いろいろ構成もねって考えたし、うん、はい、はい、皆さんに届いてると嬉しいななんて思っております。はい、はい、そんなわけでね、うん、そうなんです、こっから先へ進みましょう、お、発売が迫っております、はい、ニューシングル、ニューシングル、フルバージョンを配信で聞いてくれてる人もね多分多いと思うんですよ。あ、ストレンジャーズのね、はい、はい、ストレンジャーズがね発売迫ってますよ、もうすぐですよ、うん、そうですよ、うん、あのね吸血鬼すぐ死ぬのノンクレジット版のエンディング映像もね、うん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 、
YouTube の方で見れたりもしますよね。いやーもうすぐだね、だから出るんだね。出るっていうかもう散々聞いてるけどね。出る出るとは言って聞いてたけど、出る出るとは聞いている、聞いてたけれど本当に出るとは、はい、あれですから、はい、あのカップリング曲ももちろん入ってますから。本当あの曲好き、はいはいはい、そうなのよ、うん、カップリング曲聞きたかったらもう CD 買ってくださいよ。そうですね、それしか手はないわけですから。それしか手はない。海賊版とか買わないでいただいて。あるのかな海賊版って。まあそんなわけで、はい、ストレンジャーズをねどんどん押していきたいわけなんですけれども、はい、このシングルを引っ提げて30日にはエジソンに出演します。わあすごい。10月30日ですよ。あさってですよ。あさって、あさってか、はい、そうですよね、うん、あのビッグタイトルに、ビッグタイトル僕の数少ないラジオの知識の、ねね、中でやっぱりある意味タイトルマッチだと思うよ。 10.30 そうだよね、うん、もうボクシングで言うとね本当にあっちのアメリカのあれだよね、うん、アメリカのあれ、アメリカのあのラスベガス、ラスベガスぐらいの舞台ですよ。そうだね、うん、いやお世話になります。うん、うん、あの生放送なんです。ああそうなんですか。急に急にやばいやばい、急におじけつくっていやこれもさ、うすうすちょっと感づいてやいたんだけど、ちょっと収録だと思ってなかった。全然大丈夫だよ。全然ない。俺何年やこの業界いると思ってるんだよ。、うん、ラジオシーンだし俺ラジオシーンね、うん、ラジオシーンだ、うん、そうなんですよ、はい、コムチャットカウントダウン、はい、通称コムチャの方で、はいラジオシーンになったんですね。そうですね、ファミリーネームラジオシーン、うん、だからあれの前の番組ですからね。そうです、時間枠的には。うん、うん、だ2人にもねあったもんね、うん、そのコムチャの時にお会いした、ね、うん、だからもう知らない仲じゃない。そうですね、なんだったらマブダチですよ。 CD 渡してるし。いや俺そんな距離感ではないな、まだ。いや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 、うん、小野くんはすごい先輩風吹かしさ。そう、俺はねもうあの二人には先輩風をビュー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 吹かせてる。おいこれ CD だ、おいかけろ、ほらほらっつって感謝しろっつって。ごめんなさいね、うちの小野がって言って、そういうスタンスで二人でやってますけどもね。あれぐらいグイグイ行った方が面白いでしょ。そうですね、面白い、面白かったと思います。いやでもね本当ね、二、はい、人とも、うん、あのとてもいい子です、はい、そして、うん、そう、本当そうね、めちゃくちゃ達者です、喋り。いや本当そうですね。そうなんです、うん、だからもうね、うん、あの若手とキャホキャホおしゃべりする俺たちを楽しんでくれ。あ、気軽にじゃあ参加できますね。エジソンさんには、うん、ね、楽しみですね、ね、はい、本当に本当に、はい、そして、11月4日なんですけども、はい、発売日、はい、もっと盛りだくさんらしいんですよ。ほう、はい、20時から生配信をお届けします。おーすごい、うわ、やっちゃう、やっちゃうよ近藤くん、うん、生だよまた。そうだ、別に生だからって俺は何か変わるってわけじゃない。俺はこの、ね、俺はこのままの姿でいく。確かにね、近藤くんは別に生だからどうこうってないもんね。まあ心強いところですよこれは、はいはい、11月4日20時から生配信、はい、これ YouTube の、トラッドのチャンネルの方で ね、公式チャンネルの方でお届けします。聞けるということで、しかも、はい、その後ですよ、まだまだ生配信を楽しんでいただいた後21時半からはこのラジオです、うん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 、そこにドープラトーキングゲストの方来ますよ、うん、さあ誰でしょう、うん、さあ誰が来る、うん、予想してください。ヒント、うん、2番目のお兄ちゃんです。2番目、福山雅治さんですか。出た、ちい兄ちゃん。心にダムあるのかいっつってな、おーな。いや違う、ちい兄ちゃんじゃない、違います、急に来ないか、その兄弟ではございません。急に来ないのか、あーそうか、はい、違いましたか、はい、北斗、うん、4兄弟、おあ、なるほど、2番目といえばトキ、そうあのトキさんがゲストに来てくださいます。そこにかかってたんかい、ここかね、ここかね。それ違うやつじゃん、アミバじゃん。これアミバさんが来る可能性も若干あるんですけども。マジですか、声優界にアミバっていう名前のやついないだろ。そしたらね、トキくんじゃなくてね、ハシ、うん、さん来ちゃうから。ハシ高谷さんが、ハシさん、嘘でしょ、重鎮じゃん。ハシさん来たらどんな、ね、トークするんでしょう ね、それはそれで楽しいですけどね。トキ俊一くんが、はい、
ゲストに来ます、まあ、ポニキャンボーイズの先輩でおなじみですね。本当そうですね。はい、というわけでね、うん、ここにね、作家がねパンチラインを仕込んでるんで、ほうほう、近藤くんからちょっとこれ俺からはいぶち込んでほしいんですけども。うん、分かった。はい、Yo ゲスト時さん盛りだくさん、 Yo よし、あ、恥をかきましたよ私は。腕が、俺の腕がちょっとねやっぱり足りなかった。これ俺聞きたいんだけど、うん、パンチラインって何なのそもそも。まあ、印象的なね、うん、ラインみたいな、そういうそのパワーワードみたいなことですよ、うん、ヒップホップ、うん、そうそうそう、ラップ業界でのそうそう、うんうんうん、お客様が来るんですよパンチラインが炸裂すると。それは、うん、MC の方によってやっぱり得意なラインとかあるの、うんうんうん、いやまあ、あそうだね、うんうんうん、あったりする。例えばフォークさんとかだと、うんうん、なんか俺がフォークフロムアイスバーンみたいなのを入れてきたりとか。へえ、うん、まあ決まり文句、うん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 、決め台詞みたいなもんだよね声優さんって。そう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 、はあ面白いな、うんうん、でこれが作家が書いたパンチラインなんだね、うん、そうだね。ゲスト時さん森ダクさん、さんがついてるんで、うん、ちょっとセンスなくない？改まって整体してまで言うことなんだそれ。ひどいひどいね、ひどいなんか罵られるよりちょっと心に傷を負うね。時さん森ダクさん、うん、アミマじゃねえぞ聞かねばみたいなこと。さあ、ここからいただいているメールをご紹介していきましょう。圧力が生まれたつってな、うんうん、近藤君のところを僕は読みましたのでもう行きます、はい、もう耐えられません、うん、はい、パンチラインって苦しいんだねそうだ ね生みの苦しみなんだな、ね、今思い知りましたけどもね、うんうんうん、ラジオネーム熊野八さんからいただいております、はい、近藤さん小野さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。ストレンジャーズのカップリング曲解禁おめでとうございます。ありがとうございます。ストレンジャーズの爽やかな感じとはまた違ってドラッドの振り幅の大きさに毎回驚かされます。世界観がとても素敵で少し聞いただけでも両 A 面でもおかしくないぐらいのおしゃれな曲だったため早くフルで聴けるのが楽しみです。嬉しい。またいつもは車で聴いているのですがお二人が歩きながら聴きたい曲とおっしゃっていたので視聴動画を歩きながら聴いてみました、うん、歌詞が心に刺さったのはもちろんですが二人の優しい歌声でより深く心に染みました。いろいろ考えながら一人で歩いてちょっと泣きそうになりましたがなんとか耐えながら、何回も繰り返し聴いてしまいました。本当に素敵な曲をありがとらっとです、うん、はい、というふうにいただいております。いやいや、こちらこそこちらこそありがとうございます。嬉しいですね。ねえ、うん、うん、クロックハンズ、うん、という楽曲なんですけどもね。時計の針というね、うん、うん、なんかねトラットってやっぱり2人のこのシンパシーであったりとか、はい、なんかこう歌声のねこう相乗効果っていうところでいろいろね表現をしてるわけなんですけれども、はいはい、同じところにいるのもいいし、うん、そのでも違う部分があるからこそ、うん、なんかこうねより積み重なっていく感じがする、ね、そうですね、楽曲でそれを表せないかって思ったら、うん、やっぱりね作詞家さんってすごいよね、うん、すごいですよね。戸川さんの歌詞がねもう本当見事すぎて、うん、これこれっていうね感じがあって、うん、そう俺も思わず調べちゃったもん戸川さんのことをね、すごい方ですよね。そうなんです、うんうんうん、なんかでもいいねこうやって言っていただけるのって、うん、いや本当に嬉しい、ありがとうございます。しかも歩きながら聞いてくださったね。フルも楽しみにしてくださいね。周り気をつけてね歩いてくださいね、はい、じゃ続きましてラジオネームつみきさんからいただきました。ありがとうございます。近藤さん小野さんこんばんは。こんばんは。先日のラジオでカップリング曲クロックハンズ公開されましたね、うん、トラッドのお二人であったり吸血鬼すぐ死ぬのドラルクとロナルドの関係性にも重なる楽曲だとお話しされていましたが聴く人によって思い浮かぶ情景が変化する楽曲だと感じました。どの季節にも聴きたくなる楽曲でとても好きです。私は夫との関係性が重なりました。趣味や考え方など違うところもたくさんありますが交われないからこそ共に歩んでいけるような気もします。思いやりと干渉しすぎない心が大切なのかなと今は思っていますとのことでございました。うんうん、ありがとうございます。とても大人な感じのお便りをいただきましたね、うん、これまた嬉しいですね。うん、そうですね、うんうん、自分のね
状況環境に置き換えて、うん、はい、曲を楽しんでいただけるというのがね、うん、そうですね、アーティスト冥利につきますな。うん、歌ってさ、はい、なんか聞く人のもんだよね。それはもうもちろんその通りですよ。うん、いかようにも解釈していただきたいですしね。なんかそのね、なんだろうな、のりしろと言いますか、はい、なんかこういろんな風に世界をその聞いた人が広げられるような楽曲になってるんだろうな、きっとクロックハンズは。そうなんですよ、なんかさ、以前なんかインタビューで聞いた覚えがあるんですけど、八代亜紀さんだったかな、歌ってその聞き手のそのね、聞いてくださる方のものだから自分は情感を込めないんだっていうことをおっしゃってて、すごくそれがねめちゃくちゃ刺さってるんだよね。そうかそうか、うん、ともするとね、歌い手のこう聞いてくれよっていうエゴが乗ってしまいがちというか乗ってしまうかもしれないよね、うんうん、そうですね、込めすぎると、うん、いい塩梅ってあるんだろうね、そういう意味ではね。いや、あるんだと思うよ、多分本当に極めた方はそういう塩梅があるんだと思うよね。いやでもいいよね、こうやって、車の中で聞く人もいれば歩きながら聞く人もいて、もう素敵、で、うん、お友達の関係性にこう照らし合わせる人もいれば、うん、夫婦にね、こう当てはめる人もいて、全部ね違って全部いい、ほんとそうですよ、そんな気がしますね。そうそうそう、いや嬉しい、はい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。はい、僕たちへの質問疑問、やってほしいこと何でも OK です。メールお待ちしております。ではここで1曲お聴きください。11月4日発売のニューシングルより、トラッドでクロックハンズ。気まぐれな土砂降りの雨にため息返す僕を見て、隣で空を見上げ、虹が出ると笑う。初めから真逆のタイプで、どちらかといえば苦手かも、気にせず話しかけて瞬間に笑ってる僕がいる。永遠奏でる時計の針たち、僕と君が重なる。走るように歩くように同じ時刻め。トラッドのドープラッドトーキング。トラッドですけど何か。我々はすでに約20年の付き合い、もはや知らないことなどもうないはず。ということでこのコーナーではお互いの思考や好みを当てるクイズに挑戦していきます。まあライブリハなどを通してですね、コンビネーションもやはり良くなってきていると思います。お見舞いしてやるぞ。台本に書かれていることに途中で疑問を持たないでください。では早速やっていきましょう。はい、まずは、僕が出題者ですね。はい、はい、こんちゃん、僕が何て書くかを予想して当ててください。今週こそ当ててやる。ラジオネームうさぎのジョージさんからの出題。私がハロウィンでやりたい仮装は、小野くんがってことだよね。そうね。ああ、なるほど。もうこれしかないね。はい。もう即答です。はい。書きました。早いね。はい。はい。うん、では小野くんから、はい、はい、お願いします。吸血鬼。おお。いや、おおって言ってるってことはもう待って待って。ストレンジャーズ。正解はですね、全裸監督。やろう。全裸
やってくれたな。これはやりやすいんで、ブリーフ一丁になればあとあのでっかいねカメラを担げば ねで近藤くんはあの、うん、脇をこう見せていただければもうそれだけでね、うん、ございまふって言ってくれればなりますんで俺もやんだそれ、俺もやんだそれ、うん、俺の方がリスキーだなそれ。いやだまあどっちもリスキーだな。いやでもね、うん、確かにそれだ、うん、でもそれで行くんだったら、うん、近藤くんが吸血鬼で、うん、俺は、うん、ハンターの方だね。うん、それをやる、うん、このラジオでいやいやラジオなのにこれやったらすごい。確かにね。でもラジオだからできるのこれそうだね、うん、むしろ、まあ、そうだ こっちはね、うんうん、白ぶり一丁でも、うんうん、基本ほら写真撮らなければ写真撮るじゃんこのラジオすごいハイリスクノーリターンだけど行くそれ。すいませんでした、はい、じゃあ、はい、続いていきましょう、ラジオネームバンバンジーさんからいただきました、うん、私の勝負飯は何でしょう。これね絶対当たんないんだよ真面目に答えちゃうと。勝負飯ね真面目に答えると当たらないのか、うん、でも当てたいよね。じゃあ当てて。俺真面目にあの本当のやつ勝負飯書くからこれ当たったらもうミラクルよね、うん、つまり僕がこう答えるであろうには寄せないってことだよね。寄せないけど、うん、俺らの思い出の中にはあるよ。思い出の中にあるやつはいはいはい、はい、これだ。もうこれご褒美っつったら絶対これなんだよな。いきます、はい、僕ですよね、はい、はい、出汁をかけたおかゆ氷定粥。あーなるほど。思い出にあるやつって言ったからもうこれしか浮かばなくなっちゃった京都のね、日本を代表する、ね、あのちょっととろみのついた出汁のあんをね、うん、かけるというですね、うん、絶品のおかゆがありますよ、うん、はい、はい、さ正解はフグのてっさでした。あ、食ったね食べたでしょ。福岡で食べたでしょ。福岡で食べましたね、うん、あれ勝負飯なんだ。勝負飯は、うん、でもご褒美飯か。そうそう、なんか頑張ったなっていう時に食べる。勝負の後に必ず食べたい。そうですね、感じですか、うん、あれは美味しかった。大好きですね、うん、美味しかったね。旅先で食べたのやだけは当たってたんだけどね。あ、さあそうだね、うん、確かに確かに。青野さんの勝負飯は。俺の勝負飯、うん、え、なんだろう。これ言ったと思うけどゆで卵なんだよね。ああ、うん、それってなんかトラットクエスチョンかなんかで言ってたやつ。ああそうかも。験担ぎだね、うんうん、ツアーだったりライブがこのあと成長していきますようにっていうので食べるっていうのありますけど、ね、ゆで卵なんだ。ゆで卵や、うん、おーバンドのエイジさん、ね、うん、正解それ以外がちょっと浮かばなくて、ええ、です、はい、さあというわけでですね、うん、あとあもう一ついける。いける。お、今日いくね。当てる当てる。俺は行くね。そろそろ当てたいんです、うん、いくね行くね当てたら終わるんじゃないかなと思いますけどねこのコーナー、さぎりさんからいただいておりますよ。丸々の秋といえば。うわこれしかないじゃん。もう俺絶対当てに行くからね。外さないで、うん、逆に外そうとすることない。外そうとはしないよ。本当。え、本当。でも近藤君、うん、分かった。じゃあ当てに行くよ、うん、今日、うん、今日だよ今日だよちょっと何でしょう。今日はこれじゃん絶対。近藤君、今日そう。俺が書いた後にヒント出すのやめてよ。もう書いちゃってるんだよ。でも書き直せばいい。もう書いた。あ、じゃあ分かる。じゃあ今日何があった。じゃあもうそれはやめとく。それは一番最後で言う。じゃあ分かった。オッケー。エンディングで言う。オッケーオッケー。はい、はい、じゃあはいお願いします、はい、近藤君。はい、金麦の秋それ難易度ねえ浅野さんね。ほら難易度高い。ほら毎年言ってるものこれ。だって難易度っていうか毎年言ってる。金麦じゃなくて秋味だと思うんだけど。でしかも俺はもう一番ストレートな読書の秋と書きました逆に読めないそれ。いや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 、この国金麦は確かに季節によってちょっとずつ味変えてるらしいんだけど、うん、秋だけじゃないんだよ。あ、そう、あ、そうなのね。そう、金麦豆知識。すいません、味を季節によっては変えてるけど秋といえばキリンの秋やしビール界隈に疎くてごめんなさい。さあというわけでですね、はい、このコーナー続行でございます以上です。というわけでトラッドですけど何かのコーナーでした。
トラッドのドープラットトーキング。お送りしてきましたトラッドのドープラットトーキング、本日の放送も間もなくお別れのお時間となりました。この番組ではメールを常に大募集中、質問から希望要望コーナー宛てなど、どんなことでもいいのでぜひ番組宛てにメールしてください。メールアドレスは trd@joqr.net trd@joqr.net です。ここでトラットからのお知らせ。トラットのファーストシングルストレンジャーズは11月4日発売。こちらは現在放送中のテレビアニメ吸血鬼すぐ死ぬのエンディングテーマとなっています。初回限定版、通常版、アニメ版、キャニメ版の4形態での発売となっており、初回限定版とキャニメ版には MV やメイキングが収録されたブルーレイが特典でついてきます。さらにキャニメ版には吸血鬼すぐ死ぬの原作ボンノキイタル先生の書き下ろしアクリルキーホルダーもついてきます。こちらもぜひ。その他作品と連動したキャンペーンもありますので、詳しくはトラッドの公式ホームページや公式 SNS をご確認ください。そしてテレビアニメ吸血鬼すぐ死ぬは東京 MX 放課にて現在放送中。詳しくは作品ホームページをご覧ください。またトラッドバレンタインパーティー2022ストレンジャーズの開催が決定しました。日程は2022年2月6日日曜日、会場は相模女子大学グリーンホールです。こちらは11月4日発売のシングルストレンジャーズにイベントチケット優先販売申し込み券が封入されております。ぜひ会場に遊びに来てくださいね。はい、ということで情報盛りだくさんでお送りしましたが、本当に最後にもう一つお知らせ、はい、次回は番組なんと初ゲスト、おトキさんこと、おアミ、あ違うアミバじゃない、トキ俊一くんが来てくれますよ。お楽しみ、盛りだくさんですよね。盛りだくさんですよ、トキさん盛りだくさん、トキさん盛りだくさん、イエーおぽおぽお早く閉めろってパンチラインがね炸裂したところで浅野さんの方から早く閉めろって、さあ、はい、初ゲスト会が次回、そしてですね、うん、10月30日ですね、もう明後日です、うん、エジソンに2人揃って出演しますよと。これは緊張しますね。緊張するんじゃん今からこれはもう何なんだよ、情緒不安定じゃねえかよ情緒不安定だって緊張するんじゃんやっぱりやっぱりそれ乗り越えてね、まあさっき生って知ったもんねそうですね、はい、晴天の駅で、はい、というわけでね、21時からの文化放送を要チェックということですね。そして発売日11月4日20時からの生配信もお楽しみに、はい、ね、こちら YouTube チャンネルの方です。そうですね、はい、ぜひチェックしてください。さあそしてですね、情報盛りだくさんの中で一番最後に伝えたいことがあります。そうなんです、先ほどなんとかの秋、はい、はい、ね、そうですよね、これでしょって、今日はこれでしょって言ったでしょ、もうね、あの時ね、はい、2秒後に気がついた、気がついた、うん、では近藤くんから、はい、発表してください。では大きいポッポから小さいポッポへ、豊崎あきちゃんお誕生日おめでとうございます。おめでとうめでたいね、めでたい ね生ですもんね、うん、この後、はい、頑張ってね、おめでとうございます。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はトラッドの近藤孝之と小野大輔でした。輝く瞬間を閉じ込めて全て見せてあげよう。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。